大学の略称とは、大学を示す上で短縮型でその大学を指し示すときに用いられる名称。元来は創設時期が古く比較的知名度の高い大学について愛称的な意味合いを込めて用いることが多かったが、大学の増加とともに正式名称に文字数の多い名称を持つ大学が多く誕生し、そのような大学の名称を示す場合にも利便性が、 高いため徴用されるようになった。単純な省略形の他にも、より相性的な意味合いを強めた読み方違いの形式のものもある。多くの大学は、学校公認文書などでも略称で自称している場合があるが、そうしたローカルな略称は、大学所在の地元地域や関係者以外には、社会的に馴染みが薄いにもかかわらず、その地元の公共団体が発行する。 合法的な発行物でも使用されることがある。また、そうしたローカルな例は、他地域での使用例と重複する場合もあり、混乱や誤解を生じさせることがある。なお、略称そのものを商標登録申請して認可された場合を除けば、過去や既存の公文書などで文章中を判読する上で便宜的に宣言したものはあるが、略称そのものを法的に定義、規制したものは、 基本的には存在していない。英語圏の大学では、正式名称を構成する複数の語の頭文字だけを集めた呼び名を用いることが多い。むしろ略称の方が有名である場合も少なくない。日本国内の大学で略称を作成するパターンとしては、が多く、それ以外の例は症例だが、大学数の増加に伴い正式名称に、 文字数が多いものが増えているため、愛称などを併用する例も出てきている。この一覧で、大学別に個別例を掲載する対象としている。ものは、あくまで省略形あるいは、愛称として、読み方を変える形として、公共社会上で掲載、紹介する意味がある場合のみとし、以下のような例は、対象外とする。当一覧は、実際に使用例が確認されているものを、 掲載対象にしているが、立場や年代、地域によって使用頻度が異なる。また、ここに挙げたそれぞれの略称は、あくまでその大学を示しているということを表しているに過ぎない。よって、下記の一覧に載っている略称は、その大学が公認している正式なものに限らないし、一つの正しいものを定義するという意味のものではない、ことに留意すること。加えて、 この一覧で紹介されること、公明が載ることには、決して何らかの社会的なステータスがあるということを主張しているわけではなく、単に社会的に認知されている省略名称の説明、解説に過ぎず、個別に説明が不要なものについては一覧化しない。なお、当一覧の趣旨を理解の上で、何が何でも公明を載せようと意図する行為には留意すること。また、 同じ大学に略称が複数存在する場合も珍しくなく、など実情は多岐にわたっているため詳細な区分、明示は困難であり、詳細な解説を記述をするほど、異論も多くなる事例集であることから、複数使用例の区分解説は必要な場合に限り行い、極力簡略化する。略称には単純な省略形の他に、愛称として用いられる側面も、 ある一方、学校によっては、その発生経緯に、多少の世常反映や、別称的な意味合いを含むものもある。それらの由来を明示、解説することは、当一覧の本意ではないので、すべての例において、掲載は名称のみの紹介に留める。一般的な集約例一例しか存在しないものは、個別例を参照。また、少数項に限定されたものは、 集約例の個別例を参照。例えば大学名が東京工業大学のように固有名種別名大学というような場合で、その略称が前述の紹介例にあるような単に種別名大となる場合は、多くの例においてのような前半部を省略しても一向に差し支えない場合に使われる。近隣に同じ種別名の異なる名称の大学がある場合は、 自然にそれぞれの大学の略称は何かしら他との区別可能なものになるのが普通で、近似名称の新設校が誕生した場合には、なおさらであるが、多くの場合は、後発校があえて同省略名になるのを避けるのが通例である。また、ここの例に集約できる例は、特に個別例で解説する余地がないほどに、省略型としては当たり前のことになる。したがって、 口述の個別例でことさらその記述をする必要もないし、上記集約例で十分であるため、記載は行わない。個別例、題がつく場合、付かないの際、及び読み仮名違いは同列に記載。集約例に該当している場合は、集約例を参照のこと。一つの大学に複数の略称が存在する場合で前述した同列記述例に該当しない場合は、 内の補足かまたは別記を参照。以下では、大学の正式名称に既存校としての略称を含む例や、大学の略称が付属校の正式名称である例を突起した。大学分野の報道、特に大学チーム対象の競技会の報道などに多い例だが、その大学が含まれる競技分野の歴史やその中における当該大学の活躍度などにより、 略称名の使用において必ずしも公平な扱いにならない場合がある。本来は報道する側の姿勢として類似の大学名を列挙する場合に、あえて安易に略称や愛称は使用しない配慮するなどの見識が望まれるが、実際にはそういう例でも一部の大学にのみ略称や愛称を使用する場合が多く見受けられる。 伝統校とされる大学にはそれに応じた認知度が高い略称や愛称がある場合が多いため、当該大学にはその認知度の高い略称をそのまま用いる一方で、認知度が高くない大学や新興大学の場合は、略称を用いないでフル公明記載をするなどといった例がある。このような場合の報道する側の立場としては、特定大学への非域ではなく、 解かりやすさという観点や判断により、善意で行っているものであるが、略称に対する個人の思い入れの違いから、列挙している中で扱いに差があることに対して、公平さに欠けるとの指摘や論争の要因にもなっている。通常は創設時期や、社会的な認知度が上がった時期を考慮し、多角的な意味での公発行側が、自発的に過去の類似名称行との区別を意図する目的で、 既存の有名なものとは別な略称名を積極的に用いるのが通例であるが特に社会的にその大学の印象の良好な大学の略称については我こそがふさわしいあるいはこちらにもその使用する権利や道理があるなどの心情が複雑に絡み合い感情的な論争や主張に発展する場合がしばしば見受けられるありがとうございます